日本ハンドボール協会で会長を務めております涌永でございます。いよいよ女子の世界選手権の日が近づいてまいりました。今回のドイツの女子世界選手権は2019の熊本、そして2020の東京へつながる非常に重要な、織姫ジャパンにとりましても重要な大会でございます。その中で監督ウルリック監督は日本ハンドボールリーグの試合を各地で見られ、今回最高のメンバーを選ばれたというふうに自負しております。その中でぜひドイツで2019-2020につながる戦い、織姫ジャパンを皆様もぜひ応援していただきたいなというふうに思っております。織姫ジャパンはこれから日本で合宿を行い、そして19日にまずはスペインに行く予定でございます。その後30日まで各チームクラブチームと試合を行った後に30日に現地に入り、そして世界選手権に臨むわけでございます。織姫ジャパンは24チームが参加するようになった女子世界選手権の中では14位が最高位でございます。その中で今回は14位のみならず、決勝トーナメント、そして一つでも上のチーム、上の戦いをしていただきたいなというふうに思っております。ぜひ皆様、ご声援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。私の方からですね、世界選手権の概要説明をさせていただきます。今回、第23回の女子ハンドボール世界選手権になります。大会はですね、12月1日に代表者会議を皮切りにですね、2日から17日までですね、大会が行われます。17日が決勝戦ということになっております。まず予選リーグは4会場になっておりまして、 A グループがトリア、それから B グループが、BD キーハイム・ミッシンゲン、それから C グループ、オルデンブルグ、 D グループがライプチヒになります。この4会場になります。各グループ6チームずつの4グループで24カ国の参加になります。それから決勝トーナメントが、会場を移しまして、1つがマグデブルグ、そしてもう1つがライプツィヒというところで、準決勝決勝につきましては、ハンブルグで、開催されます。準決勝が15日、それから決勝が17日というような形になっております。その中でですね、我々、日本が所属する C グループの、チームを、ご紹介させていただきます。ロシア、デンマーク、ブラジル、チュニジア、モンテネグロ、そして日本となります。各チームの、ランクは皆さんのですね、お手元にある資料ですけど、そのランクは過去の、ずっとポイントがなってますので、一番近いところのちょっと成績をご紹介させていただきます。ロシアにつきましては、リオのオリンピックで優勝国です。それで前回が5位、デンマークはリオの、オリンピックが不参加です。前回が6位、ブラジルがリオのオリンピックで5位、前回の世界選手権で10位と。それからチュニジア、リオのオリンピック不参加、前回の大会21位、モンテネグロに関しましては、リオのオリンピックで11位、それから前回の世界選手権、8位というような、一番近いところですねの、世界での位置づけになっております。日本はリオのオリンピック不参加で、前回の大会が、19位です。今回ですね、一つでも上のランクにようにですね、頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。Yes, こんにちは。First of all, I would like to thank DHA for support our national team. まずはじめに日本ハンドボール協会に対し、代表チームへのサポートに対し、感謝申し上げます。And also a big thanks to the clubs and the universities in Japan for good cooperation regarding our players.日本の、リーグのチームや大学の皆様にも、普段からのご協力を感謝いたします。We all in our team look, of course, forward for playing the World Cup in Germany in December.
チーム全員で12月のドイツ世界選手権でプレーすることを大変楽しみにしております。It will be a great challenge and we will try to do everything to make a good effort. 大きなチャレンジとなりますので、できる限りのことを尽くし頑張ってまいります。We hope and believe in ourselves that we can play in an eight final, which is a big goal for us, even though that we understand that we are in a very difficult group.予選グループは大変厳しいグループに入ってはいますけれども、このチームで、ベスト8決めまでいけるところ、いけると、信じておりますし、それが目標であります。Maybe this group is the toughest one in this World Cup, but we believe in ourselves. 今回の世界選手権の4グループのうち、このグループが一番厳しいかもしれませんけれども、最善を尽くしてまいります。We will play against five strong opponents.対戦国5カ国が非常に強い国となっております。I see Denmark and Russia as the two biggest favorites. このグループの中でデンマークとロシア2カ国が本命ではないかと私は思っています。They will very closely be followed by Brazil and Montenegro. その後、ブラジルとモンテネグロも非常に近い実力があると思います。But again, we have a good feeling about ourselves and we have a feeling that we can do a very good job and win against some of these teams. ですがチームの中には今いい感触がありますし、こういう強いチームに対して勝つ可能性があるというふうに感じております。We know all four nations have won medals during the Olympics or World Cup within the last five years. 今申し上げた4カ国は、過去5年間の中で、オリンピックもしくは世界選手権で、どれもメダルを取ったことのある国です。Which of course tells the story that they are very, very strong handball nations. そういうことを考えれば、4カ国とも非常にハンドボールの強豪国であると言えると思います。I'm really pleased to have the opportunity to bring 19 players to Germany. ドイツに今回19人の選手を連れて行けることをとても嬉しく思っています。I have a feeling and I think that our players have performed very, very well in the national team for a long time.これまで選手たちはこのナショナルチームで、代表チームで、とても良いプレーをしてきましたけれども。As well, they have done a very good job for their clubs in the last month as well. ここ数ヶ月の所属チームでのプレーを見ていても、とてもよくできていると思います。I expect from our team that we can show that we are a hungry team, ready to go out and fight in all situations. このチームには、とにかくハングリーなチームであるということを求めます。そしてドイツに出ていきましたら、どんな状況でもファイトし続ける、そういうチームでいたいと思います。We know we must hit our absolute maximum level to challenge the big nations. 強豪国に対してチャレンジしなくてはいけませんので、自分たちの中での完全な最高のレベルを出す必要があります。And if we play optimally, we can also beat every team.今の日本の持つ最高の状態のプレーを出すことができれば、今の世界のどんなチームにも勝てると思っています。ありがとう。ありがとうございました。こんにちは。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。世界選手権では日本の武器を前面に出して、まずは予選グループをしっかり突破して決勝トーナメントに進出して一つでも上を行けるようにチーム一丸となって頑張りたいと思います。そのためにも日本でのこの1週間の国内合宿やスペインでの欧州遠征がすごく大事になってくると思うので、お互い遠慮せずに言いたいことは言い合ってぶつかり合って、ちょっとでもこうチームの状態を上げた状態で世界選手権に臨むのと、2019年は熊本で世界選手権が行われますし、2020年は東京でオリンピックが行われるので、それにつながる試合に大会にしていけるようにチーム一丸となって頑張りたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。ウルリック監督が監督になってからディフェンスから速攻という部分にすごく力を入れていると思うので、まずそこで粘り強いディフェンスから速攻でしっかり得点を重ねていって、
機動力が日本の武器でもあると思うので、大きい相手にしっかり機動力で突破したりだったりとか、ディフェンスでも機動力を生かしたディフェンスで相手のオフェンスを封じたりっていうところで、チームが上位を目指せるように頑張りたいと思っています。他にどなたかございますでしょうか。梅さん。I think some of our strengths is first of all we are able to in our defense to cover more than only one system. Most of the European teams have almost only one defense system, and we can do more where we can be more stressful for the opening teams.一つはディフェンスで、複数のシステムを使い分けるということです。ヨーロッパの国の中はほとんど、一つのシステムでやっている国が多いですので、複数のディフェンスシステムを使い分けることで相手にストレスを与えていきたいと思います。Hopefully it's a possibility for us to make a lot of fast breaks out of these situations, and we believe in ourselves that we have a good possibility for that as well.そこから、もちろんディフェンスからの速攻というところにつなげたいですし、そうしていける可能性は十分あると思います。監督にお伺いしたいんですけれども、2020年の東京五輪に向けて、一番今現在力を入れている強化ポイントと、あとこの2020年を見据えてこの、世界選手権をどのように位置づけているのかお聞かせ願いたいです。One of the things I already mentioned before.It is to develop even 2 to 3 defense systems where we are able to stress the other opponent teams because we will always have a lack of size and physique. So this is one of the part that we already started.まず一つは先ほど申し上げた通り、2、3種類のディフェンスシステムを使い分けるということをしっかり、強化していきたいです。ここで相手にストレスをかけるということで、いつまでたっても日本はどうしても体格で取る面があると思いますので、そこを変わっていきたいと思います。Then I already said that we must be even better for our fast break. We have developed a lot within the last year, but we can be better in that now.あとは速攻なんですけれども、この1年でも十分うまくなった面があると思いますけれども、ここをさらに強化していきたいと思います。And then it's at the end, it's very important that we in our attack develop ourselves all the time because we know we will play most of the time against very, very flat 6-0 against us. We must bring ourselves in situations where we areA player more than the other ones. That means that it's very, very important that we are able to have managed in our attack to make a breakthroughs and a cross play. あとは、攻撃なんですけれども、攻撃をもちろん強化するという面では、相手国は、フラットな 6-0 のディフェンスをしてくることが多いです。そういう国が多いですので、そこで、ブレイクスルーやクロス。Of course, this World Championship is a very, very important championship for us because we want to have so much experience. Every time we have the possibility to have more experience for our team, it's we will go for it.このチームにはこのような国際大会の経験が非常に必要ですので、その一つとしてもとても大事なものだと言っています。And this is just another step. We have the first step 9 months ago in the Asian Championship. Now it's the next step in the World Championship, and we will have more steps towards the World Cup in Guangzhou and the Olympics. So every championship, we need to improve ourselves.9ヶ月前にアジア選手権がありましたけれども、それも含めて、この世界選手権、2019年、2020年に向かって、どの選手権に対しても、ここで一つ一つ成長していくのが大切です。強化本部長でもある田口選手のお会いしたいんですけれども、
2019-2020 年を見据えてこの大会での目標を教えてください。はい、目標はですね、今監督それからキャプテンが言ったようなことになってくると思いますけど、まず強化全体のこのチームの強化のことをこうお話ししますと、やはり国際的なレベルでのやはり、フィジカル、それからメンタル、それからスキルを上げていくというのが、我々にとって、必要不可欠なことであります。でその中でやはりスキルを上げていく、それからメンタル、それから、フィジカルを上げていくのにはやはり国際舞台での経験というのがすごい、大事になってます。やはり国際舞台で経験することによって、選手本人、それからチーム、が身をもってですね、その厳しさというのをこう知るからこそ、やはり自分たちが掲げた目標に対して、チャレンジできるんだということからするとですね、このチーム、9ヶ月前に、3月ですね、アジア選手権を戦った時のメンバーの、平均 の公式国際試合の経験がですね、15試合ほどしかありません。それからリオのオリンピックで戦った、世界の、強豪国を見ますと、平均で100試合以上です、っていうことからしてもですね、やはり我々がですね、世界を知るっていうことに対してはまだまだやはり足りないんだというふうに思っております。そういった機会で今回アジア選手権で出場権を獲得してこの世界選手権に出るっていうことは大変こう2019年20年に向けてですね、やはり強化に加速をつけるっていう意味では大変こう、貴重な経験になるっていうふうに、確信しております。ですのでやはりここでですね、監督ウルリク監督がですね、就任して以来、取り組んできたハンドボールをまずはここで、この世界選手権で、チャレンジしていきたいなというふうに考えますし、そのチャレンジした後にはですね、やはり今お話ししたような、我々の当然今後の課題もまた浮き彫りになると思いますし、それから今回一番大事なのは監督コーチは当然プロフェッショナルのコーチを我々は用意しております。ですのでやはり選手自身、それからチーム全体がですね、プロフェッショナルなチームになる、どうやってここがやはりチームに、試合に向けて大事な試合に向けて準備をしていくかっていうことを知っているやっぱりチームに育っていかないといけないということからしてもですね、やはり経験っていうのは必要になってくると思いますので、ぜひその辺ですね、今回、何試合になるか分かりませんけど1試合1試合、しっかりとした準備をすることが、今後の、ステップにつながるというふうには考えております。1番ゴールキーパー木田久美子。2番永田美香北国銀行。津波加茂ソニーセミコンダクタマニファクチャリング。4番津波ユイ北国銀行。5番塩田さよ北国銀行。9番横島綾北国銀行。12番ゴールキーパー板野美波広島メイプルレッズ。13番勝連千恵オムロン。15番多田ひとみ三重バイオレットアイレス。23番阿部千夏ソニーセミコンダクタマニファクチャリング。24番キャプテン原のぞみ三重バイオレットアイリス。25番
大山真奈、北国銀行。佐々木春の広告銀行。28番永田しおり、オムロン。29番松村安里、ソニーセミコンダクタマニファクチャリング。41番川田智美、北国銀行。日本のスポーツの、一員でもあります。ここに掲げてあります、JOC の方でですね、人間力なくして競技力なしといった言葉をですね、常々ずっと言われております。我々、女子代表チームは、今まで、技術、戦術、それから体力のトレーニングずっと、積んでまいりました。あとは本番でですね、やはり人間力、精神力といったものを、日本の代表として、世界にこう見せつけるといったような、気持ちで戦ってまいりたいと思っております。頑張ってまいりますので、引き続き皆さん、ご声援のほどよろしくお願いします。あと最後、2点ほどちょっと私の方から、1点は、女子代表選手が今、トレーニングウェアの下に着ております、T シャツ、ここに書かれております、ブレイブハート、これはですね、今回、ドイツの世界選手権で、女子代表チームがスローガンとしている言葉です。決してくじけない、それから固いそういう心を持って、チーム一丸として戦おうということです。昭和の熊本の PR であります。熊本とともに、我々その強い、心を持って戦ってまいります。この T シャツに関しましては、熊本の方でデザインしていただいて、代表チームに、ということで、いただいております。今全員来ておりますので、そういう、言葉だけじゃなくて、自分たちがこれをドイツに持って行って、精一杯戦ってまいります。それとですね、今日当然、女子の壮行会ということで、世界選手権に帯同するメンバーをですね、皆さんに、ご報告、披露してまいりました。ただ今回ですね、その次にも虎視眈々とですね、この代表の座を狙っております。今回、国内で行われる、合宿に、育成選手として参加している選手もちょっと、この場をお借りして、最後にご紹介だけさせていただきたいと思います。東海大学の渡辺真奈です。今回の国内合宿でいろいろ学んで、私たちでもそれのままにできるように頑張っていきますので。日本体育大学4年の岩内郁美です。今回世界選手権前に、貴重な練習に参加させていただいて、私の怪我の関係上できる練習も限られてくるのですが、その環境とかその雰囲気を自分なりに味わって吸収して、先輩方にいい状態で世界選手権に臨んでいただけるように、自分なりに頑張りますのでよろしくお願いします。筑波大学の青玲子です。まずはこの合宿に呼んでいただきありがとうございます。1週間しかないのですが、その中でも世界選手権に行かれる先輩方先輩方と一緒に練習していって、
名古屋の高宮咲と申します。私はもう日本リーグに所属して、いつも試合をしている相手のライバルと、一緒に今回は合宿をさせていただくということなんですけれども、 HC 名古屋からこのように選んでいただいたということが、本当にかなり昔のことで、本当に私が久しぶりにこういう形で選んでいただきましたので、チームの代表としてもしっかり、結果を残せるようにしていきたいと思います。よろしくお願いします。彼女たちも戦力になってくると思います。ただ原キャプテンのように上手にこうお話をするっていうのにはまだまだちょっと、経験が必要かなと思っておりますので、まあ、その辺もですね、また今後、機会があれば、皆さんの方でいろいろご指導いただけたらなと思います。それでは大変貴重な時間、今日はありがとうございました。頑張るぞー。